疲れたの？遅い。でも頑張ったね。作戦計画概要をご説明します。高弾作戦、第5作戦海域、作戦要項です。転送砲ちゃん、一緒に行くよ。私には誰も追いつけないよ。五連装酸素魚雷いっちゃって。やりますか。五連装酸素魚雷いっちゃって。私が一番？やっぱり？そうよね。だって早いもん。遅い。私には誰も追いつけないよ。さあ、やるわ。第601航空隊、発艦始め。開始。ファイヤー。五連装酸素魚雷いっちゃって。さあ、やるわ。第601航空隊、発艦始め。五連装酸素魚雷いっちゃって。ファイヤー。これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。私には誰も追いつけないよ。601航空隊、発艦始め。4番シフト頼む。ファイヤー。粘り強さ、この光線で見せてあげるんだから。よく狙って攻撃開始。私が一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。
私には誰も追いつけないよ。さあやるわ。第601航空隊発艦始め。沈まんさ。私が一番？やっぱり？そうよね。だって早いもん。私には誰も追いつけないよ。高艦隊の盾ではないわ。第二次攻撃隊発艦。四番シフト頼む。さらに粘り強さ。この攻撃を見せてあげるんだから。シフト良くなって。攻撃開始。大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。私には誰も追いつけないよ。高艦隊は盾ではないわ。第二次攻撃隊発艦。やります。私が一番？やっぱり？そうよね。だって早いもん。遅い。何度でも沈めてあげる。だから
島風からは逃げられないって。あなたって遅いよね。ダメなのね。おめでとうございます。作戦成功です。提督、どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。僕が最上さ。大丈夫、今度は衝突しないって。本当だよ。次の作戦海域の攻略が可能です。艦隊がやっと帰投したよ。遅いよね。